皆さんこんにちは株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です今日もよろしくお願いします、えー、今日の動画ブログは人を変える魔法というテーマでお届けいたします、えー、なんだかですね人を変える魔法なんていうとこう心理学だとかこう人を騙すとかねそんなふうなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません、えー、実はですね今日ご紹介するのはこちらの本なんですけどもはい 白石美穂さんという方が書かれました「人を変える魔法」って本ですねで「フラクタル心理学で過去と他人を変える法」というこういったサブタイトルがついています。でこのの本を知っったきっかけっていうのは えー、福岡にですね米光和彦さんというあの反則ののコンンサルタントの方がいらっしゃるんですね、えー、それでニュースレターだとかとポストカードだとかそういうものを制作、ね、の代行やったりとかあとは、ね、節税対策だとかいろんなことをこやってる方で本も何冊か出されていて私は去年 米さんのの、ね、回,回シーーズのなセミナーかな東京でこう受講してたことがあって、まあ、そんなことからちょっと多少おき合いが始まって米道さんがなんかねフェイスブックでもうすごい本があるんだっていうのでこちらをです、ね、紹介されて,てもう本それであのもしあなたがですね人を育てるような立場例えば上司とかリーダーであればいろいろ苦労はされてると思いますというのは。 自分が思った通りに部下が育つっていうことはほとんどないわけですよねで部下に言えば言うほど部下は反発してしまうとかそういうことが起こってきますまあ、それを考えていくとですね人を変える どうやったら変えらられるんだどうやったら部下をどうやったら子供を変えていけるんだっていうのでお悩みのの方っっていいいいいうのは日本国いっぱいいると思いますそれでこちらの本なんですけどもフラクタル心理学っていうのを、えー、説明すると非常に難しいことになってしまうので、えー、それはあの説明はしませんけど結論から言うとですね、えー この世界には自分1人しかいないなそして思考は現実化して100%例外なくもう現実化するっていうんですねでこういうふうなルールがあるっていうことで、えー、実は他人を変えるっていうのはまず自分を変える。 で自分のこう態度考え方それを変えていくそうすると他人は変,る変わるんだよっていうね、まあ、そういうことが言いたいのがこの本なんですすごい簡単に言いましたけどねまあその他にも科学的にいろいろ説明はしてありますでどうしたらいいんだっていうのをそれ具体的に書いてあるんですよ自分でできるフラクタル心理カウンセリング30問というのがありますいろいろあるんですねはい。 えー、例えばネガティブな空想をしていることがある、まあ、それに対してどうやったらそれを直していけるのかとかえー、っと まあそんなのが30本ですね親の考えに反発していたとかねそういうのが原因でいろんなことが思考が現実化していくってことも起こってくるわけです。はい、とかいろいろとこうねあるんですけどもこの本を読むとどういうふうにその自分を変えていく自分の考え方ですよね考え方をどうやって変えていくかっていうのをプラクティスがいっぱい載ってます。ですぐにはおそらく、ね、できないかもしんないんですけども徐々にこういったですね、えー、まあ練習を積んでいけば 過去をも変えられるんですよねで過去が変,えると変わると現在の目の前に起こる現象が変わっていくそして相手も変わっていくというね、まあ、そんなことがですねこの本にはいっぱい詰まっております。はいということで「フラクタル心理学」というね、えー、聞き慣れない言葉かもしれないんですけども「人を変える魔法」という本を今日はご紹介しました。 今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。